佐藤さんの作品。おほら作品見て拍手するってやっぱちょっと違うと思うんですけど、ほら前回のグループ展で高橋さんがこうまず作品のプレゼンテーションやったじゃないですか、はい、そこでみんな拍手したんですよね、うんうん、でいや待てと、うんうん、違うだろうと、それはプレゼンテーションはプレゼンテーションになって、うん、それを今からこの私たちこうディスカッションするわけですよね、うん、だけど、うん、やはりねそこは分かってない私たちディスカッション、なるほど、うん、だからその作品があって作品を出してでその自分のステートメントなりをね、うん、こう提示するわけですよ、うん、でそこでそれなぜかというとそれ私はこういうアイデアを持ってますでこれが良きものだと思ってここに提出しますでここでディスカッションしましょうって始めたいわけですよね、うん、だけど、なかなか私たちそういうことは分かってないんですよね、うん、そうやってみんなの前でプレゼンテーションするとああおめでとうございますよかったですねみたいな感じになっちゃう、うん、だからほら例えば展覧会グループでやりますみたいな、うん、おめでとうございますとか言われちゃう、うん、何がめでたいのかが分からない、うん、そうですね、コングラチュレーション、うん、めでたいんじゃなくてこのこっからこうディスカッションしたいわけですよね、うん、全然ここはゴールじゃない、うんうんうん、スタート、うん、ここスタートです、うん、ここから始めたいわけですね、うん、はい、でも不思議な作品ですよね、うん、美しいかというと写真の作品としては決して美しくないですよね、そうですね、うんうん、これは私の感想なんですけど、うん、はい、こうアジェを思い出すんですね、アジェ、うん、おー何を撮ってるのかは分からないんですよ、つまり写ってるものは知ってますね、はい、私たち、知らないものは何も写ってないんだけど、うん、何を撮った写真かが分からないんですよね、うんうんうん、この中心になるモチーフがない、はい、でおそらく写真史の中で初めてそれをやったのがアジェだと思うんですよ、うんうんうん、スナップ写真のようなね、はい、だから今私たちアジェの写真見てもそんなに衝撃を受けないんです、うん、まあ、アジェって聞くと逆になんかね、おアジェみたいなありがたいって感じになりますけど、はい、写真そのもの見ても何も衝撃を受けないんですけど、うん、あれが衝撃的だったのは何も写ってないからなんですよ、ね、で素人が撮ったその下手な写真はにそういうのが多いわけですよ、うん、何を撮ったのか、はいはい、で佐藤さんの今回の作品もそういう感じ、同じような感じがするんですね、うん、で佐藤さんももちろんこれまで作品を見てると、とても美しい銀エプリンを作ってきているので、はい、うん、何も写ってないような写真をしか撮れないような人ではないわけですね、うんうん、そうですね、で今回この何も写ってないような写真をあえて撮ってるわけですから、うん、その時に言葉って必要なんですかね、どうなんでしょうね、そこがよくわかんないですよね、じゃあこれ説明ないと、今のようなこの佐藤さんがどんな作家か知らないと、うん、じゃあこの作品を見て意味がわからないんだったらそれは作品なのかっていうことにもなりますよね、うんうんうん、展示をされた時点でその作品は作品として成立してないといけないっていうのはこの私たちにとって大きな一つの制約だと思うんですよ、うん、写真をね、はい、作品ですって書けた時に、うん、もうそれはそれだけで作品として成立してないといけないっていう、だけど昨日も話しましたけど、そうすることによって自分がこうやろうとしたことっていうのがこう、ね、作品っていう言葉にすげ替えられちゃうんですね、はい、うん、だからこのね佐藤さんが今回こういう作品を出してきたっていうのはとても面白いというか、うん、今回の展示のすごい内容、趣旨というか、ね、趣旨とねすごい合ってますね、これ見ただけではわからないけど、この作品だけで、ね、見ても何のことかさっぱりわからない、わからないです、うん、だけど佐藤さんがやってきたことっていうのを知っていると、うん、とてもこの作品とは何だろうっていう、うん、佐藤さんのこう問いみたいなのを非常に鋭く感じるんですね、はい、昨日ほら音楽の話をしてたじゃないですか、はい、その音楽ってその瞬間 100% 生きてる感じしますよね、うん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 、作品は私の願望ですけど、作品はそういうものであってほしいなって思うんですよ、うんうん、
あの誰々の作品っていうふうに還元されることがなくね、うんうん、見てどう思われます？うん、何かそう同じようなものを見てたような、なんて言うんでしょうね、うん、全く同じ景色は見てないんだけども、なんか同じようなことを見ていたような気がして、何かそれが手がかりのような気がする。まあ、すごい、あれ、個人的なあれだけど、僕自身も運転しながらよく撮るんですよ。うん、それで、一個まとめてるものもついさっき言ったんで、うん、車でトンネルを行って帰ってくるっていう、20キロぐらいのトンネルを。それを200枚ぐらいずっとっていうのをやって、まあ、その時はちょっと、考えてるテーマがあったんでやったんですけど、まあそういうことつい最近やってたんで、なおさらこの運転してる時のっていうの、まあシチュエーションは全然違うんですけど、なんかちょっとすごくわからないけど、なんかちょっと気になる、なんか手がかりがありそうだなっていうところが、なんかそういうところ、なんていうんですね、共感というか、なんか同じものをなんか見てるのかなって、すごく一歩寄り添っちゃったっていう感じですかね。そう、で高橋さんがその車に乗ってて撮るときっていうのはどういうことをこう感じて撮ってるんですか？ですね、あるいはそれを写真に、作品にするときっていうのは何をこう見てるんですか、はい、その作品。この写真だとすごく説明しやすいんですけど、ここって、この景色って、この運転してる状態だから、何秒後かに通り過ぎる景色だと思うんですよね。今ここに見えてる景色は数秒後かにきっと通り過ぎるであろう未来を撮ってるんだけれども、でもシャッター切った瞬間にもうその景色っていうのは過去になってると思うんですよ、うんうんうん、はい、その自分の認識の中で、認識の中で、うん、シャッター切ったけども自分が撮ったぞって思ったのはもう目の前にはないってことでね、はい、うん、見てるものは未来なのに、撮った瞬間に過去になってる、うんうん、じゃあ今ここに自分いるのは自分は何なんだろうっていうことを、おう、うん、なるほど、うん、今この今から私たちは、私はここに向かうわけですよ、はい、ここにいるはずですよね、はい、でシャッターを切りましたって思ったら、それはもう次の景色になってて、はい、自分があそこに向かうんだって思った景色が消えているってことですね、そうですね、自分の前からね、うん、時間の感覚ってありますよね、この、うん、明らかにこの作品は車の中から撮ってるじゃないですか、はい、するとここの場所二度と通り過ぎないかもしれない、あるいは二度と目に留めないかもしれないっていう場所ですよね、うんうん、もしかすると毎日この行き来してるから、うん、あの毎日見るのは見るかもしれないけども、うん、なんていうのかな、こう注意して目に留めることはもう二度とないような、うん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 、例えばこれとかもそうですよね、そうですね、うん、これなんかもそうだし、そうですね、注意して見るようなことは二度とないような、うん、失われていく時間っていうのは確かに感じますね、うんうんうん、これを見てると、うん、これ全部失われていってるわけですよね、はい、この見た体験全部こう失われていく、うんうんうん、私は常に車の中に乗ってこう車窓からただぼーっと眺めてるだけしかでしかないわけですね、うんうん、あの決してこの風景を何かこう身をもって体験したわけじゃないわけじゃないですか、うん、ただ車窓車に乗っていてふと目に留めた、うん、だけどそれはもう常に失われていっているものって、うん、そういう時間を感じますね、うんうん、で特にこの今高橋さんがねおっしゃったこの車の前の風景っていうのはこれはもう撮った瞬間から失われていく感じです、うんうん、なるほど、今から私がそこに行く、そこに向かっているっていうこの未来もあるんだけども、はい、シャッターを切った瞬間に失われていく、うんうん、まさに昨日話してた音楽ですねいや別にその音楽にこうね結びつける、うん、無理やりにも結びつけるつもりはないんだけど、瞬間瞬間を生きつつ私たちはその何が過去であるか、何が未来であるかっていうのを常にその瞬間に認識し続けてるんですよ、うん、私たちはその瞬間以外は生きることは、現在以外に生きることはできませんから、うん、はい、未来や過去っていうのも私たちの今の認識なんです、うん、てか私のね、私の今の認識でしかないんですね、うん、そういう意味においてはその全て この芸術的な体験、アートの体験、アートがこう感情にもたらすものっていうのは、ね、うん、どれもこう音楽に近くなるべきなんじゃないかなって気がしますね、優れたものは特にね、瞬間、うん、
で写真はそれを持ってないわけですね、その時間の性をね、うんはい、持ってないんだけども、うん、表現する以上はその時間のなさを乗り越えないとこう芸術的な体験にならないんでしょうね、うん、きっと、うん、もちろんこの佐藤さんのね作品が非常に成功している非常に優れた作品だと言えるかどうかは分からないです、はい、だってほら車の窓から撮ってるだけじゃんだけど、でも佐藤さん このなぜこれを見なくてはいけなかったのか、なぜこれを、うん、写真にしなくちゃいけなかったのかっていうのは何か少し分かる気がしますね、うんうん、でその動機はもしかすると私たちも持っている。なるほど、高橋さんが最初におっしゃったのは、うん、これは何か分かるっていうのが私にもようやく分かってきましたなるほどね、うん、目の網膜に焼き付いたものをこうプリントすることはできないわけですから、うんうんうん、これはだから佐藤さんが写真を撮ろうと思って、まあ、でフォーカスもこのねミラーの中にフォーカスを合わせようと、うん、そういう作為的な意図を持って撮影してるわけですね、うんうん、だけど佐藤さんはそのようにこう自分がふと見ているものって何なのか、うん、ふと見ているこの視覚的な体験でそれがどんどん失われていくことが何なのかっていうのをこう捉えてみたいかったんですよね、うん、ですから面白いんですよね、私たちが日常的にこう体験している時間を体験していることっていうのを写真で捉えようとすると、うん、出来上がった写真はそれがあなるほどこういうふうに体験してるんだなっていうふうに見えるんですけども、うん、やってる作業っていうのは写真作品を撮るのために写真を撮るぞっていう作業をやってるわけです、うん、そうですね、だからそのプロセスがあるから決して私たちはその体験をそのまま写真作品にするということはできないわけですね、うんうんうん、だけどそれを超えてその少しでもレアな体験を感じるために、うんうん、そのプロセスを使っている、計算して使っているという感じがしますね、うん、ですね、うん。